やいやいや、そんなもんじゃないですからね、1個2個とかじゃないんですよ。あとなんか、あの、やっぱこう、ちょっと待って、多分なんか何の知識もないんですよね、やってからうわーみたいな、多分そんなのばっかりでしたよ。でしょ。よくそれを使ってるなと思って。などころ相手が欲しいんじゃないですか。自分がっていうか、なんかそういう雰囲気も感じました。面倒見てやってるみたいな。いや本当あの人なんかその立場で上に行かないと気に食わないみたいなね。だから多分ね、俺はね相手にされないんだと思う。ああ変更はしないから。絶対しないでしょ。そのなんか、うん、その。コツ教えましょうかみたいなのも、うん、あ、いいですって断ってるしね。断ったらめっちゃ切れてるし。いや、そりゃ当然なんか、え、教えてくださいってなると思ってるからじゃないですか。だから俺としては別にその、うんうん、自力で見つけたいからね。そう、自力で見つけたいっていうのもあるし、はい、ある程度その当時やってた、うん、ネタでやってるだけだから、あ、そのね、ネタでやってることにマジレスすんなよと。ネタか本気か分かんなかったんですよ、多分。そんなねそんなこっちはこっちでもやることやってるし、うん、それでネタにしてるだけなのに、うん、本気で取られてもでましてやもう僕はもう思ってないから、うん、それなのにしゃしゃってくんなよみたいな。断ったら断ったでネチネチ長文っていう。今までにないぐらいの長文だなっていうの。プライドが傷ついたんですね。いや本当にちっちゃいプライドだなと思いました。本当になんか人間が小さい。あれだけ教えましょうかって言って断られたのに、なんとかかんとか頼む、だからこうだからこうなんです、こうだからこうなんですってめっちゃ教えてるしと思って。もう断ってんのにと思って。断ってんのに。言いがかりですよ、全部。本当に言いがかり。あと、なんで聞かないんですか。いや、それは聞かねえよって。なんか演出っぽい感じで言ってたんですね。いや、本当にそうなんですよ。言いがかりですね。いや、本当にね、本当にすごい言いがかりなの。あの、あ、言ってることは、はい、あの、まともだし、はい、通じるんだけど、はい、あの、はい、なんかその、真実でないというか。はい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 、後付けな感じなんですね。いや、本当そうなんですよ。あともっと会話をしないとかなんか言ってるけど、いやいや、その喋れねえだろうって。もともとその全部調整してるのに、そのありがとうもなし、ないですよ。ひどだから。いや俺その言ったんですよ。あらららら、その辺の気遣いもねえなと思って。あ、かけますよ。はい、お願いします。これ、うん、それ顔です。
首が結構あれなんですよね、見てる人からすると、うん、想像できないというか、何をやってるんだろうみたいな。あ、まあ、手元が映りづらいしね。で、あとはそのなんかあんまり聞いてなさそうみたいな意見を結構もらえますね。地味だから。そうね。見栄えが何してるかわかんない。実際なんかそういうなんか超常現象的なものを一切信用してないんで、うん、幽霊とかもそうだし、うん、なんならその宇宙人とかはあの、うん、まあ、地球外生命体というか確率上なくはないなぐらいのもんで思ってますけど、うん、幽霊はないじゃんと思ってて、虫とかいそうですよね宇宙。まあ、そういうレベルの単純なものだったらいるんじゃないですかね、うん、そう虫いそうだなと思ってる。アメーバ的なものとか、うん、虫ぐらいならいそうな気がする。ああ。だって宇宙ってどのぐらい広いか分かんないじゃないですか。分かんない。だってしかもあれなんでしょ、あのどんどん大きくなってるんでしょ。うん、うん、その宇宙の外というか銀河の外というか切れ端が分かんないから、うん、もしかしたらいるかもしれないですよね、うん、虫ぐらいはやっぱいるんだよ。同じことばっかり言うけど、うん、いやだって水あったらねいるっすよね、うん、きっと生き物は。水と酸素があればね大体、うん、虫って酸素必要なんですか。あの酸素ほぼほぼ必要じゃないですか。あ、そうなんだ。その辺は生命のそのなんだろう呼吸の意味で絶対必要なものと思ってるけど、うん、必要ないものもいるのかな。クマムシなんかでも真空状態でも生きれるっていうか。そうもしかしたら宇宙にクマムシいるかもしれないですよね。そう、クマムシぐらいはいそうな気がする。気圧だってね、うん、すごい気圧に変えられるし、強いのいるもん、深海のとかね。気持ちいい、思うんですけど、再現率 100% とか出た、はい、あの基本 100% ってこの世にないじゃないですか。ない。まあ 100% 起こり得るとしたら生と死ぐらいなもので。あ、はいはいはい。だからそのリピート率ね 100% も嘘だなと思うし、再現率 100% も何の
持ってね、そんな再現率 100% って言ってるのかもわかんないし、改善率 100% も何の 100% なんだと。まあ、データはこうあってほしいが反映しちゃいますからね。例えば私そういうエセ科学系の本で読んだんですけど、はい、あのカード当てとかあるじゃないですか、はいはい、でなんか丸と三角と星とあってみたいな、はい、三角と星は似てるから半分当てたことにしようみたいなひどいな、そういうふうにねしちゃうらしいんですよ、信じてる人からしたら。だからそこをしっかりシビアに、うん、いや三角は星ではありませんよっていうふうにしたら下がるんですけど、はい、はい、いや違うでしょ最初から、そう違うけどでもなんかやっぱり全く違う形じゃないんだから、これはあの1点とはいかないまでも 0.5 点は入れましょうよみたいな、やっぱ信じてる人が そこに参加してるからあのなっちゃうんですって。へえ、そういうふうに、うん、宗教のセミナーじゃないですか、そんな、うん、なんか甘々なんですよ、その 100% とか言ってる人は、その採点が、うん、だから俺逆にその、なんだろう、再現率 100% って言われるとなんだ誰でもできるじゃん、こんなのやる意味ねえよって思っちゃうタイプなんで、うん、むしろ再現率 2% とか言われてくれた方がね、2%よし、じゃあ50分の1に入れるかやってみようってなるじゃないですか。お店あるので、はい、興味を持った方は来てください。はい、概要欄に貼っておきますご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you。